はようございます、こんばんです。非常に窓からの光が気持ちいいですよね。ちょうどこの壁の表情が綺麗ですよね。昔の、作家さん画家さんでフェルメールって言いますよね。その作品もですね、こちらの方向から光がスーッと入ってですね、壁の表情とか、物の浮き上がりするというものを表現してですね、非常に魅了されています。同じくですね、こういう光の中で包まれるという時間も大切かなと思っています。今回ですね、ペンを語るシリーズまた始めたいと思います。スタート。ノールというペンですね。独特な、ペンなんですけども、芯ホルダーですね。本当に太い芯が出てきます。通常ですね、学生さんとか普通の働いてる方はほとんど、使わないペンの1本かなと思いますけども、私は仕事の時、使うかというと、使わないですね。何かこう頭を休める時に、こういうラフなペンっていうんでしょうかね、気軽なペンの時には、このようなものを使います。また前に紹介した木軸の、名前をすると言いませんけど、独特な形のペンがありましたね。あのペンを使ったりですね、何かこう特徴的なものをですね、使います。その訳をですね、ちょっとゆっくりと語りたいと思います。私のペンの向き合い方の一つとして、何かこう手に触れるという感触だけで、その時間を充実させるという役目でもあります。例えばこの軸なんかは非常に太くてですね、そして独特な軸の形状をしています。断面的には三角形で、このコーナーにさらに溝がついているということですね。もちろん三角形なので、この持った感触がですね、非常に安定感があります。そしてもう一つ、このコーナーですね、角にもこのくぼみがあるので、ここを持っても非常に心地よい安定感があります。そして、このような独特なペンをですね、こう持ちながら、コーヒーをいただいたり、何か打ち合わせをしたり、また、楽しい仲間と語り合うときに、何かこう持ってるだけで心が落ち着いてるという関係性のペンとしての一本ですね。本当に、ペンというのは私の中では書きやすさとか、そういうようなものを、また別の、関係性を持っていますね。そしてこのように強い光で当てると、また独特の風合いですよね。作りは本当に安価な樹脂、そして安価な印刷、そして、ここは何かな、対応しているかと思うんですよね。こういったものもですね、きちんと、メンテナンスしてみたいなと思いますね。いつものクロスですね、綺麗に
こう吹くとですね、また前よりも樹脂ですが、輝きが変わります。非常にこういう時間が大好きですね。そしてこのペンの頭ですね、ゆっくりゆっくり拭きましょう。どうしてもシルバー系はですね、くすみが出ますので、うん、ほら結構くすみが取れますよね。わかりますかね。先ほど言った、まあ、ペンをただ単に、まあ、このなどういう持ち方でも心地いいんですけども、持っているだけで何かこう話の話題も進みますし、少し、話を聞きながら、こういったペンでですね、書き留めたりするのもいいかもしれません。ちょっと書いてみますね。本当にこの光が当たってると綺麗ですね。そしてこういうシンプルなものにはシンプルなキャンバス、非常に美しい。何かこういう無地のですね、用紙があって、そこに、こうして、まあ、セットしながら、話するのも大好きですね。ちょっと書いてみましょうか。こういう影も美しいですよね。例えばフェルミエール、おー、すごい光ですね。窓からの光、こういうまあ太いペンで、文字を書くっていうのも結構大好きですね。よくまあ建築家とか、太いマーカーでも何かこう書いたりするんですよね。別にそれがうまくなくてもいいんですけども、それがまた楽しかったりします。窓からの光、こういう目の時はこうくるくる回しながら描きます。物の表現、フェルメール、皆さん有名なのでご存知かと思いますけど、こういう窓の大きな窓の変わって、そしてテーブルがあって、そして女性がちょっと描けませんけど、まあ、牛乳を注いでるっていうシーンですね。詳しくどういう絵か、ちょっと見てみましょうか。ちらっとこういう絵ですね。窓があって牛乳を注いで、本当に、シンプルなシンプルな、表現ですけども、その光の表現の仕方っていうのが
美しいですよね。皆様、絵っていうのはどうでしょうかね。美術館とかに見に行くことはありますでしょうか。ちょっとざっくりですけど、こういう感じですね。こういったものもやはりこう太い芯ですと細く描いたり、柔らかく描いたり、結構楽しめますね。そして少し濃淡の壁のですね、濃淡につけた感じにしましょうか。こういう感じですね。そしてこちらにパンとかがバケットに乗ってますね。本当にすることのことを忘れてですね、何か集中できてる感じがします。実に楽しいですね。このようなペンもですね、本当にこうさっと置いてですね、じっくり、風景を眺めたり、また描いたものをこう描いて見てですね、この間合いを楽しんだりするのですね、やはりこのペンの存在感っていうのも必要かなと思っています。何かこのお気に入りのペン、自分に合ったペンがですね、そばにあると、なんて言うんでしょうね、この辺はもう独特の感覚かもしれませんが、もうこれだけあればですね、例えば安価なコーヒーでも美味しくいただけるような気がしています。皆さんもぜひですね、このペン探しを本当に楽しんでほしいなと思います。やはり持つとまたこのペンと過ごしたくなるなっていう思いに駆られますね。はい、いかがだったでしょうか。こちら非常にまあ独特なペンなんですけども、時折ですね、触れたくなる、描きたくなる、描きたくなるという一つですね。まあそんなに高価ではないんですけども、何でしょうね、この軸の独特な感触がですね、何かこう手を誘うっていうんでしょうか、非常に気持ちがいいです。そして時折ですね、もちろん仕事で考え事とかの時は違うペンですけども、ふと時間を楽しみたい時がですね、こういう何て言うんでしょうね、柔らかいペンっていうんでしょうかね、そういうものを持ちたくなる、持ってるだけで何か安心感があります。よくカフェでもですね、ペンを持ってですね、コーヒーとか、ケーキとかをいただくというシーンを私はやります。何かこう持ってるだけで心地よいっていう存在感が結構好きなんですよね。それがまあ、財布のレザーでもいいかもしれません、またカメラでもいいかもしれません。何かこう手に感じてることによって、その時間が全く変わった景色になるということが私は大好きですね。皆さんぜひやってみてください。もしこの動画が楽しかったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次回お会いしましょう。